Man, drop that shit for these fuck niggas. この団地だイーストリータウン俺様はここで育ったガキの頃から何だか見るまさって俺のペンじゃん俺の友達のこいつに何するんだったなストリートファイトみたいなことを隠してたら工場勤めもやってたしで現場の土木工事もやってたしクラブのセキュリティもやってたしあーみよそーそボコられ仲間割れの話も今じゃ笑い話だぜ10年後あっても変わらず憧れ今まであったことまた一から思い出してブラブラ環境なんて関係ないさブラブラ Vim da onde eu vim. Ver da onde eu vim, isso pra mim hoje é um sonho. Saber que eu tô dentro do maior estádio do Japão, realizar meu sonho e ajudar minha família. ダメ私長いよ、住んだけやったこの辺アイデアが僕を育てる一本愛知で自分たちの街の行きます暴れん坊な形ってみんな将来どうなっていくんですか格闘技がなかった時やっぱり土方関係が多いですよね今やったらあのハングリーグループに帰るじゃないけど、あの近くの闘技で殴り合ってた頃の気持ちで試合を行ってるんで、今回は。コアのフリシートマスだろ。ラグナロク届かない俺らからパコン。クレベル選手はタイトルマッチ前にちょっとウォーミングアップがてらっていう軽い気持ちでおると思うんですけど、そうはさせへんぞと思ってますよね。なめんなよって感じですね。ウルタ選手もアフェクラーニティも引かした後に出撃行けずにもうクレベル選手の得意なパターンに持っていかれて自分の場合はもう一発引かしたら速攻仕留めに行こうと思ってますガードの人生やったんでMMA も最初は反対が弱いガードだけ上げよう まだ暴れ足りないんでグランプリ出てた選手みんな倒してってなんぼなんで、まあ大久保選手なら全然勝てると思いますし。本名は魚井守。ディフェンス。いいよ。
しよう。動いねえ、動いねえ、勝負しろ。ジャンプ入る。怖かった。ご自身の性格的なずっと抱えてる問題だから大げさじゃなくてそうだなと自分との勝負だと思う。俺も結構フルスイング系ですよね。俺がいる限り面白い。まあ俺がちょっと教えます。右振って